重量機、いわゆるウルトラライトとか、まあこのチキンと言いますダイレクトレーンなんかも非常に機体が実機と比べれば軽いのでですね、地上風、地上に吹く風によって、非常に、作用されます。組み立てキットでですね、組み立ててあれば、30万ぐらいは高くなるかと思いますけど、今、円高で、かなり安くなっております。これからちょっと高めに、スタートいたしますと、滑走路の上空を動かしています。この機体はウルトラライトの中でも、非常に、古い機体ですけども、安定性が非常にありまして、のんびりですね、空中散歩するという、ことにはですね、非常に適した機体です。非常に簡単にできます。一番基本的なウルトラライトで、一番基本的な形ですね。クーラーエンジンで37馬力、2サイクルエンジンですけども、特殊なガソリンではなくてですね、普通の自動車に入れる、今150円ぐらいですか、レギュラーガソリンですね、それに、2サイクル用のオイルをですね、混ぜて使用しております。50対1の割合で混ぜて使用いたします。擦りつけて、予備の回転を行います。で、空中に浮いたらですね、もうその予備回転より異常の風を正面から受けますので、RAF2000 がただいま東の方から、登場といたしました。このダイレクトレーンは普通のダイレクトレーン気軽なやつとちょっと違いまして、これはカナダ製ですけども、クロスカントリー用として、作られている機体です。それで割合長距離をですね、飛んでいく、機体です。でちょっと阿蘇場外飛行場、ここの飛行場ではですね、ちょっと機体に対しては小さすぎるというところですね。もちろん暖房も効きますし、中にはヒーターを入ることができます。この場所でエンジンはですね、レガシーのエンジンですね、日本製の気軽のレガシーのエンジン、重機スピードはだいたい100キロから112キロ、最高スピードは130キロです。ザルプレーの中でも、このローターは非常に長くてですね、普通の小型のゾールプレーンですと、一人で持ち上げることができますけど、この機体は、クレーンを使ってですね、上のローターの取り外しを行います。機体そのものもクレーンで上げ下ろしします。パイロットは、高森町の知事の、せいさんです。そのを使っているパイロットとしてはですね、もう今
まあ第一人者じゃないかと思われるぐらいですね。この人はね、非常に日頃から、まあ、本業の農業をよそ見にですね、訓練を重ねております。安全を踏襲してもそのまんま上のレーターが風を受けて回ってますので、そのまんまですね、着陸することができます。ピーチ傘がですね、できていると思っていただければ分かりやすいかと思います。翼のある飛行機は、翼の一部をですね、小さく動かして、コントロールしますけども、これはあの上の、ローターの幅、円形に幅がありますが、その幅全体がですね、動きますので、非常にクリティカルですね。だいたい操縦桿をですね、1センチとか2センチくらいですね、だいたいそれぐらい動かして、たくさん動かすということはありません。非常に敏感な機体です。ランウェイクリアです。今日はトアオフはしないということです。ゆっくり降りてまいりました。パイロットは野尻高森町の生産でございました。もし、お聞きになったことがあればですね、もうしばらくはいると思いますので、どうぞ、お聞きになってください。ただいま東からテイクオフいたしました。この機体はエアコマンダー社のコマンドエリート型という機体です。本人はエリートじゃないと思いますけど、まあパイロットとしてはベテランですけど、昔からハンググライダーとか、そういうのをずっと、やりこなしてきた人ですので、もう高いところ大好きという人でございます。福岡県嘉麻市の斉藤さんです。エリートのこれ JE0103 型ですね。この方は、エンジンがですね582、先ほどと同じ、これは、ロータックストですね、ロータックストの582型なんです。水冷の2サイクルですね、 580cc 水冷の2サイクルエンジンです。だいたい軽自動車と同じような馬力と、回転数が出ますけども、ボタンに漏れず、オーストリア製のですね赤自動車、雪の上を走る、雪上車スノーモービルですね、それのエンジンを使ってます。ヘッド部分だけをですね、プラグを、馬力は64馬力です。これも先ほどの機体と同じ、50対1のレギュラーガソリンと2サイクルオイルを混ぜたエンジンを、燃料を使ってます。
巡航スピードは90キロ、だいたい90キロですね。最高スピードは130キロ、出ます。ただ回転翼ですと非常に操縦がクリティカル、敏感ですので、操縦桿を前にパッと倒すとですね、背面上の方からでも空気が入ったらですね、もう大変でして一分に墜落してしまいます。で、非常に、飛行中は心肺を使います。まあ、大体30分ぐらいが限度です。今上空でですね、ほぼ空中停止してますけど、残念ながら、正面の風が弱いとですね、ああいうふうにして少しずつこう下がってまいります。これはもう材料がヘリコプターと違うところなんですね。本当は打った速度はホバリングしたいところなんですけども、ローターに動力が伝わってないもんですから、徐々に高度は下がってまいります。まあ、一般的に徐々にホバリング、ホバリングに似たことをやっているということですね。今行っているのはサイドスリップですね。工場の東側から西側へ真横にずっとスリップしております。サイドスリップです。ありがとうございました。見事な着陸でした。パイロットは釜石の斉藤さんでございました。どうも皆さん、ご覧いただいてありがとうございます。今日飛んだパイロットは、3名とも最大者で、妻にいつもコントロールされております。妻婚、ラジコンに比較しますと妻婚です。何かありましたらもうしばらくは展示したところにおりますので、どうぞおいてください。
どうも失礼しました。